ウェンデル・ハンプトン・フォードはアメリカ合衆国の政治家、連邦上院議員、第53代ケンタッキー州知事を務めた。ケンタッキー州では初めて副知事、州知事、連邦上院議員を連続して務めたものとなった。1991年から1999年まで上院民主党院内幹事となり、1971年に 州知事に選ばれてから1999年に連邦上院議員を辞職するまでケンタッキー州民主党の指導者と見られた。引退した時にケンタッキー州では最も長く上院議員を務めたものとなっていたが2009年にミッチ・マコーネルが新たな記録を作った。1924年9月8日にケンタッキー州デイビース軍で誕生した。 ケンタッキー大学に入学したが、第二次世界大戦への従軍で勉学が中断させられた。戦後にメリーランド保健学校を卒業してケンタッキー州に戻り、一族の保健会社で父を助けた。ケンタッキー州軍で軍務も継続した。1959年にバート・コームズの州知事選挙で働き、コームズが当選すると、その管理部長補佐になった。 コームズの同盟者で後継者でもあるエドワード・ブレシットからケンタッキー州上院議員選挙への出馬を進められ、これに当選して一期4年間務めた後の1967年に副知事選挙に出馬し当選した。この年は共和党のルーイイーナンが知事に当選したので異なる政党の組み合わせになった。その4年後に、 フォードは混乱した民主党予備選挙で公務図を破って州知事候補になり本選挙でも当選した。知事としてのフォードは行政府の部署を再編したり統合したりしてより効率的な政府にした。石炭に環境税を課することで歳入を増やし教育体系を改善する立法を行った。州全体の役職から共和党員の大半を追い出した。その中には 共和党の重鎮ジョン・シャーマン・クーパーの引退で空いた、議席を、ウォルター・ T ・ハドルストンが勝ち取るよう協力したものがあった。1974年、フォード自身がもう一人の現職の共和党、上院議員、マーロー・クックを追い出すことになった。フォードやその政治的同盟者の多くが急速に力を得たことに伴い、フォードと副知事のジュリアン・キャロルが、政治汚職で捜査。 告発されたが、大陪審が起訴を拒否した。上院議員としての報道は、ケンタッキー州のタバコ産業をしっかりと保護した。ミズーリ州選出上院議員キット・ボンドと共に、上院州軍会議も結成した。1991年には、民主党院内幹事に選ばれ、1994年には、院内総務選挙への出馬も検討したが、コネチカット州のクリストファー・ドットの支持表明をした。 自転で選挙を降りた。1999年に上院議員を辞職し、応援ズボロに戻り、応援ズボロ科学歴史博物館で若者に政治を教えている。1924年9月8日にケンタッキー州デイビース郡オー応援ズボロ近くで誕生した。父はアーネスト・ m フォード、母はイレーヌ・ウル・フォークだった。父はケンタッキー州上院議員を務め、 シュー知ジャール、シー・クレメンツの同盟者だった。フォードは初等教育をデイビース軍の公立学校で受け、デイビース軍高校を卒業した。1942年から1943年にはケンタッキー大学に通った。1943年9月18日に、フォードはオーエンズボロのジーニールと花嫁の両親の家で結婚式を挙げた。この夫妻には、 1950年に生まれた娘のシャーリー・デクスターと1954年に生まれた息子のスティーブン・フォードがいる。家族はオーエンズボロの第一バプティスト教会に通った。1944年、フォードはアメリカ陸軍に入隊するためにケンタッキー大学を離れ、1944年7月22日に第二次世界大戦に従軍した。 管理的可視官として訓練され1945年11月17日に二等軍曹に昇進した。この任務の中でアメリカンキャンペーンメダル第二次世界大戦戦勝,勝全賞全交渉を受賞した。1946年6月18日に名誉の除隊となった。戦後、フォードは故郷に戻って一族の保険会社で父のもとに働き、 1947年にはメリーランド保健学校を卒業した。1949年6月7日、ケンタッキー州軍に入隊し、オーエンズボロの第149不評連隊コンバットチーム愛中隊に配属された。1949年8月7日、不評勝位に昇進した。1949年、フォードの中隊が、 不評から戦車隊に転換され、フォードは第240戦車大隊の中隊長として仕えた。気候部隊の注意に昇進し、1956年には隊名集兵となり、1962年に除隊となった。フォードは公的な事項でも大変活動的であり、1954年にはケンタッキー州民として初めて青年会議所会長になった。 1959年州知事選挙で、バート・コームズ陣営の青年議長だった。コームズが当選すると、1959年から1963年まで、その管理部長補佐を務めた。1963年、フォードの母が死んだ時、オーエンズボロに戻って、父の保険会社を助けた。この年、フォードは副知事選挙に出馬することが考えられたが、 後にブレシット知事がキャスパー・キャップ・ガードナーに対抗してフォードに出馬を要請してくるまでは正解に戻らないと決めていたと主張していた。ガードナーは衆上院の院内総務であり、ブレシットの進歩主義的政策に反対する主要人物だった。フォードは1965年の選挙で305票を得ただけだったが、すぐに衆上院の重要人物になった。デイビース・グン 韓国軍を含む第8選挙区選出議員であり、その最初の任期に22の法案を提出して法制化させた。1967年、フォードは副知事選挙に出馬した。この時は、ブレシットとコームズが、州検事総長のロバート・マシューズを候補に選んでおり、その意思に逆らった出馬だった。フォードは予備選挙で631票差。 相当票数のわずか0.2%の差でマッシューズを破った。州知事選挙ではブレシットとコームズがヘンリー・ウォードを候補に選び共和党のルーイー・ナンに敗れたがフォードは独立した選挙戦を戦い当選した。州の選挙で選ばれる役人は共和党5人と民主党4人と両党で分け合うことになった。副知事の期間は 州の民主党政治マシーンを立て直した。それがその後のフォード自身や、ウォルター・ハドルストン上院議員と、マーサレ・インコリンズ知事などを当選させる力になった。南知事が1968年に、州消費税を3%から5%に引き上げる、法案成立を求めたとき、フォードは、食品と薬品を除外するならば成立すると言って、反対した。しかしフォードの意見が通らず、 消費税増税は例外なしに成立した。1971年、全国副知事会議実行委員会の委員になった。フォードの副知事としての任期が切れるとき、1971年の州知事民主党予備選挙では8人の候補の一人だった。最有力候補は、フォードの被護者でもあるコームズだった。その選挙戦中に、フォードは、コームズの高齢と、 コームズ政権中に成立した消費税を攻撃した。コームズが収入の良い連邦裁判所判事の職を辞して、州知事の二期目を求めることになった動機を疑問視した。フォードはコームズ一人や他の6人の候補を合わせたよりも多くの票を獲得した。予備選挙でコームズに対して番狂わせを演じたことは、その優れた戦略とコームズの油断のせいだとしていた。 この選挙後、コームズは、これが私の政治への道の終点になると予言したが、それは当たっていた。元州知事、A.B. ハッピー・チャンドラー、1971年の州知事選挙でフォードに対抗して出馬した、州知事の本選挙には4人が立候補した。同じ民主党員で、元知事の A.B. ハッピー・チャンドラーが、独立系候補として出馬していた。実際には、 共和党候補のトム・エバートンとの対決になり、これに5万8千秒差をつけて当選した。コームズとチャンドラーが政界から引退し、ケンタッキー州民主党での派閥争いが20世紀では唯一静まる時となった。フォードは知事として石炭に環境税を課すること、ガソリン1ガロンあたり2セントの課税、さらに法人税増税で歳入を増やした。 これら増税を収象費税から食品を免税とすることでバランスさせた。その結果として大きな歳入超過となり、いくつかの建設計画を提案することができた。知事の予備選挙で勝利した要因は大都市、ルイビルを抱えるジェファーソン軍で勝利したことであり、州立会議場を建設し、ケンタッキー州再事典事情を拡張するための予算を承認することで、その指示に応えた。 また最初の会期を通じて、刑法犯罪の制度改革も誘導した。フォードは、ルイビル大学の私立から州立への移行も監督した。州の教育制度改革を推進し、ケンタッキー大学理事会の自らの議長職を辞めて、大学委員会の学生や職員委員の投票権を拡張した。これらの変更は、 中立カレッジの管理者を政治的な報酬という意味合いから専門家の指名という方向に移させた。フォードは州の教育予算を増加させ、高等教育委員会の権限を拡大した。教師に対して団体交渉を認める法案には拒否権を行使した。フォードは行政府の効率と組織を改善し、いくつかの町内閣組織を作ってその下に、 多くの部門を統合することで、日常の業務に注意を向けさせたことが評価された。1972年会期では、財務管理局を創設し、計画開発部と財務局の機能を統合した。機能の統合では憲法による制限があって、時には悩まされたが、優先事項を組み替え、州のためになることを実現させた。1972年3月21日、 アメリカが州国最高裁判所が団体ブラムスタイン事件の判決を下した。これによるとある州に30日間居住した市民はその州の住人であり、そこでの投票権があるとしたものだった。ケンタッキー州憲法では州内に1年間、軍内に6ヶ月、選挙区に6日住んでいれば選挙権が得られることになっている。この問題は11月にある1972年。 アメリカ合衆国大統領選挙の前に解決していなければならず、フォードは衆議会の特別会期を招集し、必要な強制を行う立法を行うようにした。さらに、衆議会の議題に加えて、衆の環境保護機関の創設、1970年国勢調査に従ったアメリカ合衆国会議員選挙区の線引き再編、通過したばかりの平等研修制の批准があった。 これらすべての法案が成立した。フォードは1972年6月に脳の動脈流手術を受けたものの、フロリダ州マイアミビーチで開催された1972年民主党全国大会に出席した。フォードは大統領候補にエドマンドマスキーを支持したが、後に公認候補のジョージ・マクガバンがケンタッキー州を訪れた時は歓迎した。この大会はフォードにとって 全国的政治における役割の始まりとなった。民主党の財務部長、ロバート・シュワルツ・ストラウスを、マクガバンの選挙運動が扱うやり方に気分を害させられたフォードは、マクガバンが落選した後で、ストラウスが民主党全国大会の議長に選ばれるのを指示した。フォードがストラウスの選出に関わった結果として、1973年から1974年の 民主党知事会議では報道が議長に選ばれた。この会議の自然資源と環境管理委員会では副委員長も務めた。1974年の会期では1973年石油危機に対応して石炭液化とガス化の研究を6年間行うことを提案した。人的資源への予算を増加させ行政府の再編成を継続し、交通、開発、 教育と芸術、人的資源、消費者保護、規制、安全、司法に関する閣僚を増やした。前政権が雇用した就職員を首にすることでは、前任知事よりも冷酷ではないとみなされ、以前は対象になっていなかった就職員まで成果主義制度を拡大した。この拡大にもかかわらず、特に前の南政権で指名されていた。 州人事局長を交代させたことでは批判された。資格試験で合格した職員が雇用されるまでに政治的な空白期間を置くよう要求されるという事実も批判された。D. ハドルストン、フォードの選挙マネジャー。1972年にアメリカ合衆国上院議員に選出フォードは州民主党を一つにまとめ、1972年には アメリカ合衆国上院議員の議席を1956年以降確保できていなかったのを取り戻させた。その議席は共和党のジョン・シャーマン・クーパーの引退で空席となったものであり、フォードの選挙マネジャー、ウォルター・ D ・ハドルストンが取った。その後、フォードの友人たちがフォードにケンタッキー選出のもう一人のアメリカ合衆国上院議員を一気務めている。 マーロー・クックを追い落とすよう働きかけ始めた。フォードは副知事のジュリアン・キャロルに、クックの後任を狙うようにして欲しかったが、キャロルはすでに次期知事の座を狙っていた。フォードの仲間たちも、キャロルより強力な候補者を知らず、世論調査ではクックを破る民主党員とすれば、フォードしかいなかった。フォードは、出馬に同意し、1974年議会が終わった直後に立候補を表明した。 選挙の間の主要な問題は、レッド側にダムを建設することだった。クックはダムに反対したが、フォードはそれを支持し、収予算の上を余分から、その建設に割り当てた。1974年上院議員選挙では、フォードが399,406票、クックが328,982票という、結果になり、フォード自ら主要な役職から、 最後の共和党員を追い出し、州民主党の再活成果を完成させた。クックは12月に議員を辞したので、フォードは上院の年功では高い位置に入ることになった。フォードは上院議員に就任するために知事を辞し、キャロルに譲った。フォードとその一党が州の主要政治役職に急速に上り詰めた後で、フォードとキャロルは汚職疑惑で捜査を受けた。 4年間続く、この捜査は1977年に始まり、フォードの任期中に捜査されたとされる、州保険リベート計画に集中された。1972年、フォードはその政治的講演者数人から、就職員のための保険証券を、競合入札なしで購入した。州法では、競合入札を求めておらず、前任の知事たちは同様なことを行っていた。員は、 保険会社が政府の契約を得るときに、当役人と分割手数料を得る手配があったと考えたが、フォードは個人的な利得よりも政治的恩恵のためにこのやり方を認めたと疑われた。1981年、検察はフォードとキャロルを強括容疑で告訴を求めたが、大陪審は拒否した。大陪審の手続きは秘密なので、何が実際に起こったことなのか。 公にされることはなかった。しかし、州の共和党は、フォードが被告の立場にあるときに、アメリカが州国憲法修正第5条の立場を選んでおり、自己不在に対する権利を行使したと主張した。フォードは、この報告に対して確認も否定も拒んだ。フォードは1974年に上院議員に就任し、1980年、 1986年、1992年に再選され続けた。1980年の予備選挙では、検事のフロラス・チュアートからほんの印だけの反対を受けただけだった。1986年の1992年の民主党予備選挙では、無投票で選ばれた。これに対して、共和党は、どの選挙でも有力な候補を送り出せなかった。 1980年の場合、70歳代の元州、監査官、メアリー・ルイーズ・ファウストを33万4862票差で破った。フォードが得た72万891票は、この選挙の相当票数の65%であり、ケンタッキー州では、新記録となった。1986年には、共和党のジャクソン・アンドリューズ4世と対戦し、フォードは、 相当票数の74%を確保し、州内全120軍を制するという記録破りのものになった。1992年では、州上院議員のデイビッド・ L ・ウィリアムズが前線したものの、票差は47万7002票、フォードの得票率は63%だった。フォードは1983年と1991年の2度、真剣に上院議員を辞めて、 州知事に復帰することを検討したが、どちらも断念した。1983年の場合、予備選挙で相手となるのは、現職副知事のマーサレイン・コリンズだった。コリンズは、フォードと同じ派閥であり、その判断に影響した。フォードは、州知事選挙に出馬しないことにした理由として、上院での年功があり、上院院内幹事になりたいことを挙げた。フォードはその経歴の初期で、 人種統合をされたバスに対して憲法修正を支持した。毎年予算審議であまりに多くの時間が使われていると考え、連邦予算を2年ごとの策定とする提案を行った。このアイデアはケンタッキー州予算で使われているものをモデルにしていたが実行はされなかった。第95期議会で宇宙航空科学委員会の委員長を務めた。 1977年から1983年、フォードは民主党上院選挙委員会の委員となった。フォードはまず1988年に民主党院内幹事の地位を求めたが、カリフォルニア州出身のアラン・クランストンに敗れた。クランストンは1977年からこの地位を保持していた。フォードは選挙戦に遅れて登場しており、ニューヨークタイムズの記者はクランストンを破る。 可能性を課題評価していたとしていた。フォードはその敗北を認めた直後に次の1990年の選挙にも出馬すると表明した。その選挙でフォードは再びクランストンと対峙したがクランストンが前立腺癌との闘病のために撤退を表明した。フォードはクランストンの撤退がなくても勝てるだけの党内での支持を確保していた。 院内総務ジョージ・ J ・ミッチェルが1994年に上院を引退すると、フォードは院内総務の地位にいくらか関心を示した。最終的にそれは断念し、ケンタッキー州の問題に注力することとした。フォードは院内総務の地位にはクリストファー・ドッドを支持した。ミズーリ州選出上院議員キット・ボンドとボンドは1989年に 上院衆軍会議を結成した第98期議会、フォードは委員会制度研究のための特別委員会委員を務め、第100期議会から第103期では議員運営委員会の委員を務めた。1989年、水売州選出上院議員キットボンドと共に、先進的衆軍能力と即応性を進める上院議員の連行である上院衆軍会議を結成した。 フォードはミシシッピ州選出アメリカ合衆国会議員サニー、モンゴメリーと州軍協会及び州軍局とで行われた仕事を見た後でこの会議を結成する動機を得たと言っていた。フォードは1999年に上院議員を辞職するまでこの会議の共同議場をボンドと共に務めた。ケンタッキー州軍は1998年にミューレンバーグの訓練施設を ベンデル H フォード訓練センターと名付けた。1999年州軍局がフォードに最高の栄誉であるサニー・モンゴメリー賞を与えた。ミズーリ州選出上院議員トマス・イーグルトンがフォードとディ・ハドルストンはおそらく一つの州の上院議員の組み合わせとして最良のものだと評した。二人ともケンタッキー州の使用監禁作物であるタバコの保護者だった。フォードは 通商委員会の委員を務め、タバコ産業の製造部門に影響する法に関与し、一方ハドルストーンは農業委員会の委員を務め、タバコ農家に利益となる保護計画を進めた。フォードは消費財安全法からタバコを免除させ、タバコ税の増税には一貫して反対した。アメリカ合衆国が輸入できる外国産タバコの量を制限する関税及び、 貿易に関する一般協定の修正を提案した。フォードはその経歴の後半で、タバコ会社に対する訴訟の解決の仕方について、ハドルストンの後継者、ミッチ・マコーネルと意見が分かれた。フォードは、価格維持プログラムを保護するパッケージ法案を指示したが、マコーネルは、タバコ農家には小さな救済パッケージを提示し、価格維持プログラムは終わらせることを指示した。 どちらの提案も結局は通過せず、二人の間の溝が癒されることはなかった。フォードは通商委員会の航空省委員会議長として、ルイビル、北、ケンタッキー、グラスゴーの空港を改良する資金を確保した。ハザードのウェンデル H フォード空港はフォードにちなむ命名である。1990年の航空騒音を減らすこと。 航空機の安全性を改善すること、航空会社にその能力について利用者に情報を与えるよう要,要求することを目的とした法案はウェンデル・エイチ・フォード21世紀のための航空投資改良法と呼ばれた。フォードは上院議員としての経歴について、私は国政に興味を抱いたことはなかった。私はケンタッキー州の問題に関心があったと語っていた。それでも、 連邦法のいくつか重要なものには影響を与えた。育児介護休業法から従業員50人以下の企業を除外する修正法を提案した。1993年のドライバー投票者法の成立には重要な役割を果たした。連邦最低賃金の増額と1996年福祉改革法を支持した。クリーン石炭技術研究の支持者でもあり。 ウェストバージニア州選出上院議員の J. ロックフェラーと共に炭鉱夫退職助成金の確保にも動いた。国際問題では主役にならないことでも知られたが、湾岸ンン戦争に対する代案として、イラクに対する経済制裁の継続を支持した。ケンタッキー州の有権者に、1993年、ビル・クリントンの就任委員会で議長を務めたにも、かかわらず、 北米自由貿易協定に反対票を投ずることで、クリントン政権と決裂した。フォードは、ケンタッキー州知事の時もそうであったように、政府の効率改善に注意を向けた。第101期と第103期の議会で印刷に関する合同委員会に勤め、大量に印刷し、再生紙を使うことで政府の印刷費用を数百万ドル節約させた。1998年、 バージニア州の上院議員ジョン・ウォーナーが1998年、ウェンデル・エイチ・フォード政府印刷改革法を提案した。フォードはこれに共同提案者として署名した。この法案は、印刷に関する合同委員会を除外し、その権限と機能を上院議事運営委員会と、下院監督委員会、及び政府印刷局の管理者との間で分割した。これには集権化した。 政府印刷サービスを持つことになり、自分たちの文書を印刷局で印刷しない、政府機関を罰することもできるようにするものだった。この法案の反対者は、印刷局に認められた幅広い権限と、著作権保護の弱体化に関する心配を挙げていた。この法案は、委員会を前向きで通過したが、クリントン弾劾が差し迫っており、それに関わる日程の問題で滞った。 次の会期でオーナーは印刷に関する合同委員会の議長に戻らなかった。フォードは上院議員を引退し、この法案が再提案されることはなかった。1998年、フォードは上院議員のご決めを求めないことにして、応援ズボロに引退した。しばらくはワシントンへのロビー活動と法律の会社である、リック・スタイン・シャピロ・モーリンオシンスキーのコンサルタントを務めた。 その引退の時には、ケンタッキー州選出の上院議員として、最長の記録になっていた。2009年1月、ミッチ・マコーネルが、フォードの24年間を上回り、現在も更新中である。1978年8月、アメリカ国道65線が、オーエンズボロイチの外郭を反周して完成し、ウェンデル・エイチ・フォード・エクスプレスウェイと改名された。西ケンタッキー・パークウェイも、 ポール・イ・パットン州知事の政権で、ウェンデル・エイチ・フォード、西ケンタッキー・パークウェイと改名された。2009年、フォードは、ケンタッキー州交通の伝道に入れられた。フォードは、現在、オーエンズボロ科学歴史博物館で、市内の若者に政治を教えている。その建物には、フォードの上院議員室の模型が収めてある。2015年1月22日、肺がんのため死去。 90歳だった。ありがとうございます。